皆さんこんにちは新宝です最近の国際社会の最大の関心の的はロシアのウクライナ侵攻と中国の白紙革命ですね中国の習近平国家主席は1日に欧州連合のシャルルミシェル欧州理事会議長と会談をしました EU 高官によりますと、ミシェル氏から中国各地で起きている厳格なコロナ規制に対する抗議運動について尋ねられた習氏は、抗議は新型コロナウイルスの感染が3年余りも続いていることに人々が不満を抱いて起きた。抗議しているのは主に学生や10代の若者だと説明したそうです。つまり、習氏は抗議は中国世論の総意ではないということを強調したいようです。<music>